上層学院のキャプテン北畠選手にお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは今日の1試合目、どのようなことをテーマにして挑みましたか？まず難しい試合になると思っていたので、先制点っていうのが大事になってくると思ったので、守備からリズム作って試合していこうという話はしてました。今日は実際試合をしてみていかがでしたか？その守備でミスしてしまって失点してしまったのが結局返ってこなかったので、その守備っていうのが課題が出ました。キャプテンとしてはチームをどのようにまとめていくっていうのは考えていますか？視野広く持って気づいたことはどんどん発言していくっていうのは常に考えています。もうすぐ春の大会も始まると思いますけれども、今後の目標をお聞かせください。秋はカバーリングなどできることをできなくて負けてしまったんで、やっぱそのことをやっぱできることは 100% できて、秋は絶対優勝します。はい、ありがとうございました。上層学院の北畠キャプテンでした。